はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。私は中国から商材を買い付けてアメリカアマゾンで販売するという中国アメリカビジネス、通称海外物販と呼ばさせていただいているビジネスをしているんですが、今回はアメリカアマゾンで販売する方の税務上、経理上のポイント2点について話しさせていただきたいと思います。というのも、自分のコンサル生の方々で会社を経営されていたり、個人事業主としてもうすでに独立独歩何かしらの事業をされているって方もいらっしゃって、売上の計上のタイミングだとかご質問いただくことが結構多いんですね。今回は売上をいつ計上するのかということと、年に1回の決算時の棚卸し、在庫の総額がいくらか計算する、その時にどうすればいいのかって話をさせていただきたいと思います。まず一番重要な事前知識なんですが、こういった計上の仕方だとか計算を行う際のやり方って、ぶっちゃけた話、顧問税理士さんによって考え方は変わってきます。弊社の顧問税理士さんって良い意味でですよ、なあなあな方と言っては語弊があるかもしれないですが、要するに柔軟に臨機応変に対応してくださるような、器の広い、考え方がものすごく柔軟な入軟な方なんですね。よって法人格にするかどうかは別にして、顧問税理士をつけられる方、その顧問税理士さんがそれなりに臨機応変に対応してくださる方なのかっていうのが一番のポイントになってくると思います。変にものすごく生真面目だったりだとか、もう頑固一徹な方だったりだとか、そういった方だと毎回2週間に1回振り込まれる売上を計上しろと言われたりだとか、すごくがんじがらめになってしまって、経理が煩雑複雑になることが十二分に考えうるんです。よってとにかく顧問税理士さん選びっていうのが一番の要になってくると言っても過言ではありません。じゃあどうすればいいかっていうと、普通にネット検索すると、何か間に仲介が挟まった税理士の紹介サイトじゃなくって、直接各税理士さんにコンタクトが取れるような価格 .com みたいなサイトって結構あったりだとか、やっぱり税理士さんって近所の方、正確に言うと法人で登記されている方は、その登記している地域を管轄している税務署の近くの税理士さんの方が、なんやかんややり取りの時に便利になりますし、直接会って相談するなんてこともできると思いますので、私であれば東京都税理士みたいなざっくりとした調べ方ではなくって、東京都〇〇市税理士だとか、東京都〇〇区顧問税理士みたいな形で、通常のネット検索をしてみて、何かの税理士さんにコンタクトを取ってみて、電話などでも相談をしっかりとしていただく中で、ご自身と相性が合うのか、考え方がものすごく柔軟で自分にとって有益なのかっていうのをご判断いただければと思います。よって今回お話しする2つのポイントっていうのは、これから顧問税理士さんを探そうかなっていう方にとっても有益になってきます。どういうことかっていうと、これからお話しする2つのポイントについて、税理士さんを探している時に、無料相談の時に事前に聞いてみて、どのような見解をお持ちなのかっていうのを判断基準にできるからなんです。では早速話をしていきたいと思います。まず売上の計上のタイミングについてですが、日本に売上金を送金したタイミングで計上すれば良いということにしていただいています。どういうことかっていうと、アメリカアマゾンの売上は俗に言うインターネットバンキングみたいなもの、具体的にはペイオニアだとかワールドファーストと言われる、簡単に言えば国際的なネットバンキングシステムみたいなところに振り込まれるわけですね。アメリカアマゾンの売上を直接日本の銀行口座に送るっていうことはできませんので、そういった措置を行う必要があるんですが、この段階ではまだアメリカアマゾンの売上は日本の銀行口座には1円も反映されていないんです。アメリカアマゾンの売上は2週間に1回振り込まれる形になるんですが、ずっとストックしている状況であれば、売上金としては少なくとも日本の銀行の中には何も反映されないということです。よってご自身の売上として計上したい場合は、ご自身でインターネットバンキングから日本の銀行口座に送金手続きを行います。そうすればその時のレートで国内の銀行口座に振り込まれますから、その金額が初めて口座の中にも現れてくるということです。ここでちょっと頑固な税理士さんは、2週間に一度売上金が振り込まれるのであれば、このインターネットバンキングの売上をそのまま計上してくれって言ってくる可能性があるんですが、私はこれはおすすめしません。なぜならば、ペイオニアやワールドファーストといったインターネットバンキングにアメリカドル、米ドルで振り込まれた時のレートと、その後まとめて日本に送金するとしたら、その時のレートが異なっているからなんですね。為替レートは日々変
動するものですので、売上が2週間に一度振り込まれたタイミングではなく、ご自身のさじ加減で日本に送金したタイミングでのそのままの日本円の金額を計上した方が経理上ものすごく楽です。ちなみに、じゃあ売上金を2年も3年もストックしておいたら売上0円ということで計上できるので、節税できるのではないかという、ちょっと悪どい考え方を持つ方もいるかもしれませんが、弊社の税理士さんでも最低でも年に1回は日本に送金して計上してくださいってことをおっしゃっています。何年も何年も外国為替預金のようにずっと積み立てておく感覚でストックすることはできませんので、その点はご了承ください。次、2点目なんですが、決算の時に年に1回棚卸しを行う必要があります。棚卸しというのは、そのタイミングでAmazon上に残っている在庫の総額を算出して計上するということなんですが、この棚卸しに関しても問題があるんですよ。はい、先に棚卸しについて簡単に説明させていただきます。棚卸し資産の算出方法にはいくつかの評価方法があり、大きく分けて6種類の原価法と定価法が存在します。具体的には、最終仕入れ原価法、個別法、先入れ先出し法、総平均法、移動平均法、売価還元法、そして定価法。これらの中で売価還元法は販売価格に原価率をかけて算出しますので、小売店などで用いられているものの、販売価格を画面上で簡単に変更ができる Amazon 物販においてどのように考えていくのかというのは考えどころです。よって、税理士さんを探されている時に、棚卸資産の評価方法はどのように計算すればいいですかという質問をしていただき、その回答がより明確でより分かりやすい方を選ぶというのも一つの指標になるかと存じます。商品の販売価格っていうのは、我々のさじ加減一つでいくらでも変更することができちゃうわけですね。かといって、商品の原価を考えると、アリババで買い付けた時のお金は分かるんだけれども、商品ってまとめてアメリカアマゾンに納品しますから、商品一つあたりの国際輸送料だとか関税がいくらぐらいなのかっていうのは、正確な計算が出しづらくなってしまうんです。先ほど申し上げた通り、為替レートっていうのは日々変わってきますので、昨日の値と今日の値が変わってくるっていうことも一因に含まれます。この棚卸しの金額とか棚卸しの考え方について、柔軟に考えてくださるような税理士さんかどうかっていうのが要になってくると思います。というわけで、今回は売上金を計上するタイミングと棚卸しの計算方法、この2つに着目して計上の仕方について話をさせていただきました。結局のところ、ポイントは、良い税理士さん、柔軟な、臨機応変な、寛容な、話しやすい税理士さんを見つけるっていうことが要になってくるっていうことなんですが、そういった税理士さんを見つける際の相談時に、ぜひこの2つの質問をぶつけていただいて、見解を伺っていただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。